近掃除頑張ってるんだよね。確かに綺麗になったような気がしますね。やればできるんだから。じゃあチェックしてもいいですか？ もちろんどうぞ。はい。どうしたの？舞子さん、掃除道具今すぐ見せてください。やっぱり壊れたりしてた？違います。どれだけ掃除をしても掃除機の吸引力が落ちてたり、ホコリ取りの吸着力が落ちてると汚れが取れないんです。そうなんだ。綺麗になったつもりだったのにな。大丈夫です。汚れを取る力簡単に復活できるのでおっしゃいます。まずはホコリ取りを復活させましょう。はじめにバケツにぬるま湯を入れ、中性洗剤を数滴垂らし、もみ洗いしましょう。そして水気を取り、軽く広げて陰干しすれば、ホコリの吸着力が復活しますよ。あとはこの掃除機、ヘッド周りやローラーに絡みついたホコリや髪の毛が吸引を悪くしている時があるので、ここもお手入れしましょう。いらない歯ブラシなどで優しくホコリや髪の毛を落としたら、固く絞った濡れ雑巾で拭き取れば OK です。ここもお手入れした方がいいんだね。ほら、すごい、ちゃんと綺麗になってる。そっちは？ほら、すごい。あっちは？あっちもって僕に全部掃除させようって思ってません？バレた？バレバレです。まあいいじゃん、ほら奥の方とか。